おはようございます。おはようございます。白煙まだ出る？白煙出てますね。切っちゃって。それはい、今日はナイトツーリングです、はい、金曜の夜です。うわ、煙、これ自賠責入れたので試乗を兼ねて RV125 で出動します。キャビーナは、この間ガンマ先生が見には来たんだけど、他の人が落札しちゃったので、来週配達に行ってきます。あ、ベクスターで、これは、どうしようかな。リンクは考え中。さて、今日は天気が良くないのでジュンさんは不参加だそうです。でモスコも連絡取れないんだけど、まあいつも通り港北パンチョを目指します。はい、朝から何も食ってないのでごめんごめん、目が食ってからワッパーを食うと。じゃあ安全運転でぶっ飛ばしていきましょう。よろしくお願いします。はい、今日はメガパンチじゃなくてバーガーキングのワッパーにしました。重いですか？はい、重いで、お店閉まっちゃうのでパンチョに行って食べます。パンチョでバーガーキング食べます。はい、じゃあワッパーチーズ、ワッパーダブルチーズでしたっけ。チャレンジ、うん、どうぞ。動画ですか？動画です。うわー、これは食べにくいな。いただきます。うまい、うまい。へいへい。かわいい。ナイトツーリング、延長戦だからトータル5回目です。5回目。今日は雨降りそうだったのでジュンさんが不参加。後ろ、はい、ジュンさん不参加なので後ろのラクスパには行かず、この間行ったお風呂の国は阿部さん来てないもんね。そうですね、来てないです。なので今日はお風呂の国で、そしてモスコは連絡取れなかった。どうでもいいけど、あ、でもモスコがいれば車で来れたね。うん。それじゃツーリングじゃないじゃん。いつものドライブ。でモスコはあの八朔、北八朔のお風呂に行きたがってたので、そこも今回はやめて、モスコがいるときに八朔に行きます。こんな感じです。はい。お風呂の国です。ヒステリーが治ります。めぐちゃんどうでした？気持ちよかった。なんだって？気持ちよかったです。撮ってる。はい、お風呂の国に行ってきました。ヒステリーが治りました。
ここは温泉じゃないっぽいんだけど、まあ、あと外はさ、夏仕様でまあ古いままって寒かった。寒かったっすね、ちょっと。これはもう暑いのに戻してほしい。まあそこは暑いとこが中の一か所しかないので、はい、なかなか温まらない。バイクでこれからだとちょっと行くかもしれないけど、まあいいとこだよね。そうですね、シャンプーがシトラス系の香りで良かったですね。あ、さっぱりしてて、 なんか変わった匂いがしたね。そうですね、ボディーソープの方はちょっと独特の香りがしましたけど、ボディーソープがなんか、はい、機械的な。そうですね、ちょっと独特の香りで楽しめました、ね、楽しめました。はい、それでは来週も金曜夜は雨じゃなければやるので、ラクスパもしくはなんだっけ、息子が行きたがってた、息子さんが行きたがったところ、うん、何でしたっけに行きます。はい、めぐちゃんも来週行ける？行こうよ行こうよ、行ければ一緒に行きましょう。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様です。バイバイ。法定速度で生きってるバイクを全部ぶっちぎってきました。はい、法定速度で。でも新しいバイクはなんだかわかんないんだけど、はい、どんなのがいました？そうですね、ボルティーと、ボルティーはわかった、 PCX。 ボルティー頑張ってんのに遅かったね。そうですね、あと PCX の150のハイブリッド、ハイブリッド、そんなのあるの？まあ、それもそうですね、クマさんのやつには勝てなかったですね。なんだか今日は周りがみんな遅かったのか、それともこれが早いのか、ちょっと判断がつかない。あ、これと比べてどうだった？いつもとグランドディンクと比べて、グランドディンクよりちょっと初速が早いですね。スタートダッシュが早いですね。20キロからの加速が全く追いつけない、うん、はい、まあ トルクはある、すごくフラットな感じがする、うん、そうですね、プジョーだったらこのベクスターでなんとか中間から追い抜いていけるんですけど、うん、これはもう最初から全く追いつけないぐらい遠くに行っちゃいますね。で、最高速もこっちの方が出てるような気がしたんだけど、そうですね、グランドリンクと変わらないか、それ以上ひょっとしたら出てる可能性ありますね。プジョーより速い気がするけど、プジョーより全然速いです。そうなの？はい、絶好調ですね。でもまあプジョー早く直して乗りたいよ。はい、これはうちのお手伝いに来るレディーさんっていう人がRV125 が好きで何台も乗り継いでる、うん、まあ乗ったら悪くなかったね、これは。そうですね、興味なかったですけど、うん、今まで、うん、ちょっといいなって思い始めてます。いいかどうかわかんないけどちょっと楽しそうだなって思います。まあ、今日はちょっとここで解散しちゃうけれど、はい、また機会があったらちょっと乗ってみてよ。わかりました、うん、ではお疲れ様でした。お疲れ様ですじゃあ僕はちょっとね、ドン・キホーテにセーラー服のスカーフを買いに行くのでいかがわしいところですねでは日曜日の撮影、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。また来週もナイトツーリング行きましょう。
今日さ、はい、やっぱり思ったのは、はい、班長のメガにすればよかったね。そうですね次こそメガで。あれがやっぱり強烈でいいよ、はい、ワッパーもなかなか食い応えはあったけど、メガと比べたら物足りないです。物足りない、はい、来週はメガパンチョで。はい、はい、はい。